みんな大好き株式会社カリラの電動グラインダーナイスカット G です。この独特なカチカチという感触はナイスカットマニアにはたまらないのです。 0.5 単位でしか調整幅がないため、無段階調整にしてしまおうというのがこの動画の趣旨です。まずコンセントが抜けているかを確認します。安全第一、怪我をしないことがコーヒードリップの基本です。ネジを外す前にダイヤルは1に合わせましょう。プラスドライバーは2番です。この先端の形のやつです。ネジを外す際には絶対にダイヤルが回らないように気をつけてください。やる前の状態を覚え、きちんと元通りに戻せることが一流の整備士になる近道です。ちなみにナイスカットミルは生産終了しました。ナイスカットミル G が後継機です。そっと外します。ギアの頂点のくぼみが目盛り位置の部分になります。ペンで印をしておくとベターです。この金属のピンの奥に圧縮バネが入っています。これがカチカチと音が鳴る仕組みです。気持ちいい。カチ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 。ハンド系周りに回し続けると取り外せます。くる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 。はい、外れました。あ、ベアリングですね。 608ZZ といえば内径8外径22幅7ですね。ベアリングを見ると興奮しちゃうのってあるあるですよね。ピンはこんな形です。あと言われなきゃわからないんですが、実はここにバネが入っています。ピンと圧縮バネはもう使いません。大切に保管しておきましょう。それ以外の部品を元に戻していきます。外した時の目盛りに合わせます。ここを間違えると最悪ぶっ壊れます。ダイヤルを回してみてスムーズに動くか確認します。スイッチがオン状態でコンセントを入れると急にモーターが回り出して危険です。スイッチがオフになっていることを確認してコンセントにつなぎましょう。次にメモリを8に合わせます。一瞬だけオンにしてすぐにオフにします。状態のままメモリをゆっくり8から1へ回します。動きが硬くなったり変な音がしたらやばいです。ちなみにそのヤバい音というのがこちらになります。とりあえず OK っぽいので実際に弾いて確認します。深入りの豆で実験します。高級豆を1粒床に落としました。地味な作業中。では細かい方から順番にご覧ください。この3.50がペーパードリップする際のカリタの推奨メッシュらしいです。もう一度、今度はもう少しゆっくり見ていきます。